スカイ A カップ2020プロボーリングレディース新人戦決勝トーナメント、いよいよ優勝決定戦になります。いよいよですね。そうですね、はい。こちら池畑千穂、はい、で、さらにこちらが尾上萌香プロということになります。水谷若菜とこの池畑との間で、第一戦行われて、はい、で、206対206、はい、ワンショットになったと、はい。やっぱそういうところで勝ち上がってくる、うん、最後の8人に最後のゲームで入ってくる、入ってきてで、ワンショットで勝ち上がる、はい、こういうのが流れなんでしょうか。流れを、ね、そのまま持っていけるかっていうのと、はい、淡々と、ね、はい、投げる尾上さんが、はい、そのまま行くのか、はい、この辺どっちに流れが行くんでしょうね。そうですね、はい、川崎さんはどのようにご覧になります。はい、そうですね、やっぱり池畑プロの勢いがすごいなと思うのと、はい、あの最後の、ね、ラストイヤーですので、はい、やっぱ気持ちはすごい強いのかなと思います。で、尾上プロが今日は本当に素晴らしいボウリングをされているので、はい、もうどっちが勝つかは本当にわからない、ドキドキの戦いですね。昨年の優勝者川崎さんのコメントです。それでは両選手をご紹介いたします。28番目スタートを選択いたしました。2018年のこのレディース新人戦ではアマチュアの部で優勝しております。昨年プロ入りの一昨日20歳になりました下関ロイヤルボール所属、そしてこのスポルト契約プロであります尾上萌香です。そして27番目スタートになります。プロ5年目でこのレディース新人戦初の決勝トーナメント進出で初の優勝決定進出、もちろん勝ちますと初タイトルとなります、池畑千穂です。それではスカイカップ2020プロボウリングレディース新人戦優勝決定戦スタートいたします。共に初優勝を目指す2人、決勝トーナメントプロ優勝決定戦、尾上萌香対池畑千穂、優勝決定戦をこれからご覧いただきます。ストライクスタート、尾上萌香。そして今日本当に底力を見せている池畑千穂、こちらもストライク、ね、お互いに、はい、優勝決定戦固唾を飲んで多くの方が見守っています。ダブルです。今日は30人限定のお客様、指定席でご覧になっています。選手たち、そして我々スタッフも抗体検査を受けてのこの戦い、はい、お互いにすごいですね。素晴らしいですね。優勝決定戦にまさにふさわしい、ダブルにはダブルを、ハイレベルな戦いを見せてくれているこの2人、第3フレームです。
プリット、このスプリットが今後どう影響していくのか、そして池畑の次のこの投球にどのような影響を与えるのか。ターキーです。ほとんど完璧なストライクを取ってきていました、はい、ここはまあ仕方がないところです。9本カウント、この大会新人戦5年目までしか出ることができません。その5年目の池畑、49期の期待を背負って、こちらも大きくありました。やはり右のレーンの方がちょっとクッと、ね、動きますからね、はい、この上はここはしっかりと食いつくチャンス。ナイストライクです。川崎さん、こういうところが、はい、けれんみないというか素晴らしいですね、はい、狙ったかもしれませんがカウントは9本、共にオープンを一つ作りました。ターキーとダブルの差ということになっています。ここでね、右のレーンでストライクが来ると大きいですね、はい、ちょっと割れちゃったんでね、さっき、うん、そうですね、そこの部分は挽回することができますね。来ました、素晴らしい、ちゃんと考えてね、ちょっと中目をまっすぐ投げましたね。あんま出しすぎずに、はい、出さないでね、はいはい、これで先ほどのスプリットは帳消しになりました、はい、ストライクです。お互いにいいストライクですよね、はい、うん、申し分のないストライク、池畑はまだタイトルがありません。もちろん尾上もプロとして初優勝を狙います、はい、ターキーです。不運なスプリットはありました、しかしそれを帳消しにし、そしてお釣りが来るターキー、食いついていかなければなりません池畑。来ました、よく天秤倒れました、はい、気持ちの天秤ですね気持ちの天秤、はい、コメントいただきましたポーズも嬉しそうです。そうですね、ね、横一線ちょっと出ちゃった、それでも持ってきましたフォース第7フレームフォース、こっちで持っていくか池畑、危ない、
でもストライクが欲しかったですね。欲しかったですね、ここね。ここね、はい、はい、相手はフォース出てますから ね、 ね、欲しかったですね。ターキーでっていうところを狙ったでしょうが、うん、気持ちを切らずにスペアを取りに行きます。取れました。川崎さん、この48期で去年優勝したわけですから、はいはい、49期で今立っている池畑さんの思いというのはよくわかるんじゃないですか。よくわかります。そして同期がまた背中を押している感じがあるんじゃないですか。そうなんですよ、やっぱり同期のみんなが、はいはい、池畑プロのことを応援しているのかなっていうのはね、やっぱラストイヤーっていうのは大きく影響すると思います。ここは9本でした。まだ追いつけます。まだ諦めてはいけません池畑。今日はこういうことを何度も繰り返し、そして追いつき追い越してきました。どうですか、うん、9本暑かった、ちょっと暑かったです ね、ちょっと出た分戻ったんですね。あ、ちょっと危ない。ああ、どうした尾上、うわ、ここで意地ミス、珍しく出ましたね。そうですね、これも相手がかけてきているプレッシャーなんでしょうか。天秤を外しました。もうこれは追いついていかなければいけません、うん、あ、危ない、思わず声が出ました。まあでもね、これで並びましたからね。並びました、並びましたね。ピン差の勝負ですから、ピン差の勝負をしています。さあ、1点勝負ですね。いよいよ終盤、優勝決定戦は残り2フレーム。先に投げる尾上、ああ出た、危ない危ない、はい、9本まっすぐ投げないと曲がっちゃうんですよね。そうですね、オープンの後9本、池畑はどうだ。です。これで逆転しました。池畑がリードを逆に取りました、はい、しかし勝負は点フレにもつれ込んでいます。先に投げるのはリードしている池畑、これはダブルが来ると大きいですね、うん、少し気楽に投げることができるでしょうか。ほぼ初優勝を手にしたか。尾上萌花もやはりね、9フレにストライク欲しかったですよね。はい、ストライク取っています。これで決まりますね。初優勝の瞬間を迎えようとしています。9本カウント、はい、決まりましたね。この大会池畑千穂、この大会見事優勝です。倒れま
ません。もしでもさっきまだだそうです、そうですね、これ尾上プロがストライクで、うん、ストライクで池肌プロが外した場合はドーピングがありえたんですね。ありえたからまだ決まりじゃなかったですね。尾上萌花212この大会第2位になりました。すでに涙ぐんでいる池畑。池畑千穂、223、5年目にして初優勝です。この池畑プロには前回の優勝者川崎優衣プロから花束が贈られます。48期で優勝した川崎優衣プロ、そして49期5年目初優勝の池畑千穂です。優勝は池畑千穂プロです。おめでとうございます。ありがとうございます。決して簡単な優勝ではなかったと思います。今手にしてどんなお気持ちですか？そうですね、ローリングを始めたきっかけが母だったので、少しでも8年ぐらい前からの出血で今も車椅子生活を送っているので、テレビに出る姿を見て元気取り戻してもらってリハビリとかも頑張ってもらえればと思ってプロになったのがきっかけだったので、やっと見てもらえる瞬間ができて本当に嬉しく思っています。プロ5年目ということになります。そしてこの新人戦ではもうラストイヤーという、ね、はい、チャンスでしたからね、はい、でこの大会を振り返っても本当に最後の一踏ん張りでここまで上がってきたと、はい、大会振り返ってご自身ではいかがでしょうか？そうですね、とにかく優勝と思って練習もやってきたんですけど、コロナの影響でなかなか練習もできない状態でセンターが、休業になったりとかでなかなか思うようにいかなかったんですけど、それでも自分なりの投球をすることに意識を向けて、全力投球できたかなと思います。なるほどね、もう本当に素晴らしいと思います。でその最後の、ね、優勝決定戦なんですがターキースターとしてオープンフレームもなんかこう2人でちょっと同じような感じで、ね、作っていったんですけれども、こういう時こう踏ん張るところ、その後やはりこうダブルを出しました、はい、どういう気持ちでどんなことを意識して投げるんでしょうか？どんなこと？とにかく飛ばす意識だけを持って、はい、残さない気持ちで一心で投げました、はい、今日の優勝というのはもう満足ですか？何点つけられますか？何点？50点くらいですかね。低いですね。まだまだ高望みは、はい、これからもっと成長できるように頑張りたいと思いますので、はい、50点くらいにしておきます、はい、謙虚な優勝者という形になりますけれども、まあ、本当にこの5年目で、はい、初優勝を手に入れました、はい、これからの抱負というのもお願いできますか？はい、まだまだコロナの影響でトーナメントも思うように開催できないと思うんですけども、一生一生一生懸命投げさせていただきたいと思いますので応援のほどよろしくお願いします。そしてたくさん応援してくださっている皆さんにもメッセージお願いできますか？はい、神戸時代から、応援してくださっているスタッフの方、また今大阪の方で、所属させていただいているマグスミナヨのスタッフの皆様に、いい報告ができると思いますので、はい、またボーリングファンの皆様にはたくさんのエールをいただきまして、少しの観客しか入れない状態で、皆さんの大きな拍手が選手一同の勇気となりました。本当にありがとうございます。素晴らしい、プロ初優勝は涙の優勝となりました、スカイエカップ2020プロボウリングレディース新人戦優勝は池畑千穂プロでした。おめでとうございました。ありがとうございます。
優勝した池畑千穂プロに中元寺さんがインタビューをしました。去年のことを改めて思い出しますですかね、川崎さん。はい、思い出しました。同じようなね、はい、ラストイヤーでの優勝だったのですごい嬉しいと思います。まあ、あのインタビューの中にもあったんですけれども杉本さん、はい、本当にあの簡単な、まあ、簡単な優勝なんてないでしょうけれども、今回のこの池畑プロぐらい、まあ、ギリギリのところをひっくり返してきたっていうのは、まあ、珍しいんじゃないかと思いますね。そうですね、こう自分の流れをうまくね、はい、持っていきましたね、最後までね。なんか少し川崎さんももらい泣きですか。はい、やっぱね感動しますよね、やっぱりね試合っていいなって今日改めて感じさせていただきました。そうですね、この試合ができる環境っていうのがなかなか、はい、実はあの普段は当たり前だったかもしれないけれど、うん、こういうことが起きると実は多くの人が苦労しながら一つ一つの大会を作っているということが見えてきますね、はい、本当にありがたいんだなっていうのを改めて感じました、はい。少し尾上萌香プロも涙ぐんでる部分があります、はいはい。残念でしたがいいゲームを繰り広げましたね、はい。本当に見ててねヒヤヒヤしながら、はい、いいゲームが多くて良かったですね、はい、そうですね、はい。